ここは2番の松田の横まで上がってくるかそれを見て5番の三浦も前に踏んでここは6番の吉松のラインの後ろ続く形になりました3番手にすっと下げた2番の松田3番手が並走になっています。 5番の三浦が前に踏むかしかし先に先頭誘導員かわしたのは6番の吉松吉松がペースを上げていくそれを強引に叩こうというのが5番の三浦ですがまだ2番手の外当たり4コーナーからホームストレッチまもなく残りが1周5番の三浦が強引に前を叩いて後ろ3番の千は3番手が少しもつれている4番と7番の並走になったこの後ろに2番の松田ですバックストレッチ5番の三浦が逃げていくまくってきたのは2番の松田3番手から2番手までス すごいスピードで上がってきた2番の松田が一気に先頭、後ろは9番の伊藤、その後ろ、1番の河野ーーが続いて4コーナーから直線、松田が先頭、後ろから伊藤が追ってくる、松田粘る、真ん中、1番のコー野も突っ込んだ。